一流戦争とは、自民党内の竹下花菜奉行の頃から、自民党分裂、自社左連立時代にかけ、橋本龍太郎と小沢一郎との間で繰り広げられた構想である。もともと、橋本の父、小沢の父が、吉田内閣で、吉田茂元首相の側近であった過去から、一説には、親の代からの因縁とも言われている。1985年2月7日、 竹下昇が田中派の花江勉強会、創生会を立ち上げる。竹下らの造反に憤き通った田中角栄は過度の飲酒がたたり、同年2月27日に脳拘束で倒れる。言語能力を失った田中は娘、薪子の支配下に置かれ、薪子は竹下経議員を門前払いにした。後に、田中家は小沢だけ門前払いを解いたのに対し、 橋本は最後まで許さなかった。1988年、リクルート事件の発覚で翌年に、竹下首相が退陣。後継首相に、宇野宗介外相が決定すると、宇野の下で橋本を幹事長に就任させ参院選を乗り切ろうとしたが、選挙結果は惨敗。開票時に、橋本が、畜生とつぶやくシーンが話題となった。しかし、 不人気のうのに代わり全国を遊説して回った。橋本の人気は高く、ポストのと囁かれたが、橋本の女性スキャンダルなどの理由で、竹下派内に反対論が紛失し、橋本擁立は流れる。結局、後継首相には川本派の回復都市記が決まり、小沢は七部業最年少ながら竹下派会長の金丸真の強い後押しで、幹事長に大抜擢。橋本は、 大倉大臣に就任した。この頃から一流戦争が取り沙汰されるようになる。派内では、橋本は竹下に、小沢は金丸に近かったことから、竹下、金丸の代理戦争という側面もあった。1991年の東京都知事選挙で、党本部の公認候補が、党都連のオス現職、鈴木俊一知事に敗れ小沢は、幹事長を辞任し、竹下派、 ナンバーツーの会長代行に就任。また橋本も、証券、金融不祥事と富士銀行の不正融資事件に、元秘書が関わっていた責任を取って、大倉大臣を隕石辞任した。同年10月には、海部首相が退陣表明。後継首相を決める総裁選では、渡辺道を、三塚博宮沢貴一の三派閥領収を竹下八務所に呼びつけ、 小沢による口頭諮問を行い、竹下派は宮沢推薦を決定。宮沢首相を誕生させる。1992年6月、PKO 関連法案国会通過の後に、東京佐川急便事件が発覚。竹下派会長だった金丸副総裁は10月21日に議員辞職に追い込まれ、竹下派会長の後目をめぐって橋本と小沢の構想が激化する。 橋本は、同期の小渕慶三元幹事長を、小沢は、これまた同期の羽田勤無造賞をそれぞれ、領収候補に押して争ったが、後継は小渕に決まった。小沢は、羽田ら44人を率いて、形成会から脱会し、改革フォーラム21を結成、竹下派は分裂する。その後、内閣改造で、宮沢首相は小渕派公務、羽田派霊群の人事を行い、 翌年の不信任増半につながる。1993年6月、宮沢内閣不信任決議案が提出される。当初は与党の反対多数、否決の公算であったが、小沢の羽田派が不信任案に同調し可決され、宮沢首相は衆議院解散を行う。羽田派割党指針政党を結成。小沢は党代表幹事に就任。7月の衆院選で、 申請は躍進、自民は過半数割となった。宮沢首相が退陣表明し、後継総裁選で河野洋平官房長官が新総裁に選出されると、橋本が党政務調査会長に就任。この時に橋本政調会長が下付けの中で政調会長就任の何がめでたいものかと発言。8月、非自民非共産連立政権による 細川森弘内閣の発足で、小沢代表幹事が、連立与党の責任者となる。1994年4月、細川首相が辞任し、羽田外相が後継首相になる。連立与党内で、小沢に対する不満が高まり、日本社会党や、新党先分けが、連立与党から離脱、過半数割れの少数与党となる。そのまま、 羽田内閣が発足するも同年6月に自民党の羽田内閣不信任決議案提出を前に内閣総辞職を表明する。この時に橋本政調会長ら執行部が連立から離脱した日本社会党に水面下で接触し自社さ連立で合意、同月29日の主犯指名選挙で自社さ3党が押す村山富一社会党委員長が自民党を離党した。 海部元首相を破り主犯指名を受ける。村山内閣の発足で、橋本政調会長が通産大臣に就任。12月新進党結成で、小沢前新政党代表幹事が、海部党首の下で、登場人幹事会幹事長に就任。1995年阪神大震災や地下鉄、サリン事件で対応にもたついた村山内閣の与党が、 統一地方選挙、参議院選挙で敗北すると、9月の自民党、総裁選で、橋本通産大臣が新総裁に選出され、12月、新新党党首選で、小沢幹事長が新党首にそれぞれ選出された。1996年1月、村山首相が退陣すると、主犯指名で、橋本総裁が小沢党首を抑えて首相に選出され、橋本内閣が発足。 3月、与野党大激突となった、重戦処理法案をめぐって、新進党は、引け戦術を張るなど抵抗する。最終的に橋本小沢両党首を中心とする、一流会談を行い事態打開を協議、翌4月重戦法案が成立する。また、小沢が、金融特別委員会にて、加藤孝一自民幹事長の闇献金問題による、承認関門を要求すると、与党は、 総科学会池田対策名誉会長の承認関門を要求するなど半ば泥試合の様相を見せ、結局加藤幹事長並び総科学会、秋谷江之助会長の参考人招致で合意した。10月衆院選で、新進党小沢党首は一気に政権ラッシュに動くが、自民党、橋本総裁は、新進党は総科学会に支配されているや、 新進党イコール総科学会など新進党や総科学会のネガティブキャンペーンを張り、結果は自民党は前線市政権維持、新進党は現有議席割れの敗北であった。1997年3月橋本首相と小沢党首が2度目の一流会談を行う。橋本首相、加藤幹事長は前年の衆院選以降新進党からの議員引き抜き工作を行い、 9月に北村直人議員の復党で衆院過半数を回復。小沢党首は折からの離党者続出で回答危機を迎える中、都議選が行われ、新進党は惨敗し、優党関係にある公明から新進党合流を白紙撤回される。結局同年末に新進党は回答し、小沢は野党第一党と首の座から退く。 1998年1月、小沢は自由党を結成し党首に就任。一方の橋本首相は、例年の所信表明演説ではなく、緊急の経済演説を行う。前年に、銀行や企業の倒産が相次ぎ、バブル以来の未曾有の経済不況によるものである。7月の参院選で、経済運営の失策を問われて、自民が惨敗し、橋本首相が退陣すると、 後継総裁に、小渕外相が就任。一方の小沢自由党は、橋本政権の経済政策を批判に集中し、原油維持した。8月の主犯指名で自由党は、共産党とともに、民主党の菅直人代表を、統一主犯候補に推薦。参議院では、決選投票にも連れ込んだ結果、社民党や公明などの協力もあって、菅を指名したが、 自民党が過半数を占めていた衆議院では小渕が指名された。両院協議会を経て小渕首相が誕生する。1998年11月、小沢党首は古巣の自民党との政権協議に合意し、自治連立政権が発足した。2000年4月、小渕首相が病気退陣し、森首相が誕生。小沢は 自治公連立政権から離脱する方針を示すも、離脱反対派は離党し、保守党を結成、自由党は分裂。同年6月の衆院選は、現有議席から微増の結果に終わる。小渕直き後、橋本元首相が、小渕前首相の後継の派閥会場に就任した。2001年4月、橋本は、復権を目指し、森首相の後継総裁選に出馬するも、 小泉純一郎に赤敗2003年9月、自民党の総裁選で橋本派が分裂選挙に追い込まれ小泉再選を許す。一方小沢は2003年に自由党を民主党と合併させた。小沢は党代表代行に就任。翌2004年、小沢は年金未納問題で辞任したガンと民主党代表の公認と騒がれたが、小沢自身にも、 年金未納が発覚。責任を取るとして、代表就任を辞退し、党の役職から去る。同じ2004年、日試練闇献金事件に絡み、橋本は、派閥会長を辞任し、派閥を退会する。翌2005年には、いわゆる郵政解散に伴い、橋本が政界を引退する。2006年4月、小沢が民主党代表選に出馬し、菅直人を破って、代表に就任。 同年7月1日、橋本死去。小沢は、橋本の死後、民主党への政権交代を経て2012年に、民主党を離党、国民の生活が第一、生活の党の代表を歴任する。ありがとうございます。